よし、階段登っていくぞ。ででででで、そんな小刀で俺の大盾を貫けるとでも思ったか、アマちゃんが。養成所、そんなバカな行き止まれじゃないか。間にじゃあいるねいない、気づかれてる無知使いショーテルが伸びた伸びんだ。何でできてるんですかね希少なアイテムだと思うだろう。開かないですねこっちだよ。アリの頭こう、縦かな多分。小盾、大盾、大盾、100% カット大盾、ガード強度はデフォ63、筋力28だけなので、まあぬるめ、ぬるめだけど。そこまでね、受け値も高くないし、選ぶ必要は、でもね、毒があるね。なん使うんだろう。入れさあ、どれぐらい食らうのか。また脇道開いてんじゃん。縦持ちが多いな。縦持ち多いな。両手持ち。弾いてくれねえんだな、こいつは。スタミナ持ち系のやつだったら、ボーンって言って何発か殴ると弾くんだよ。ガラ空きです。やめちゃった。仕事がお留守です。お留守ですよ。霊姿罪の鈴玉。あれですかね。おばあちゃんにあげるやつ。水のとこがさっきめちゃくちゃ怖かったんだけど、穴開いてんのじゃないかと思って。お、弓兵。上をロックオンしました。落ちてきたぞ。一匹だけだね。後ろ宝箱、そんなものないよ。この先左が有効だ。こういうこと？今ショートカット、おお、たどり着いちゃった。まあちょっと正規ルート行ってからな。あー、広いな。そして血まみれだ。ボス戦かな。うん、なんかいろいろまあ見えてるね。なんかイベントあるかな。まあ行きましょうか。やってる？宝箱があるだけ。二人で同時に来なかったらお前らの存在が消える。睡眠不足。棺じゃないですか。これ開かないやつなあったと。開くやつどっかにありますよねと。お、夜巫女と剣士。朝巫女はいないのか。大したもんでもなかったな、ここ。さあ一番奥のボスは誰じゃろうかいと。笑わせてくれる。知らないうちに弾が来てたわ。完全に閉じ込められたんですけど。逆にそっちの攻撃届かなくなったんですけど。あ、レアアイテムだ。あれか、パラメータ振り直しのやつだ。あのね、丸の敵でだるまさんが転んだしてたらね、笑えそうだよね。ゴロ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 、ん？ただの岩だしな。ゴロ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 みたいな。ボス戦あってもおかしくなさそうなところ発見。あ、最悪のボスはもうちょっと後だな。絶対ないけど飛び降りたらまあシーマスはな。お、CR タマくんいるね。タマくんがいますわ。横から行こう。そうなんじゃねえかな。スタミナが低いってことは作られる。ガーンとか。連続でガガガガガーってなるだけないんで、こいつはもうもっとスタミナ持っていくか、ガードしてもぶっ飛ぶかみたいなのをしないとちょっと役立たないです。レース型スズランの大輪、うん、位牌を最後まで取る。アイテムはないぞどうせ行くから。で、渡って降りて、多分ね、1個追加できそうだね、エスト。左を目指す。左、右。扉あるね。開かないけど。悪しい道はないが、飛び降りることはできるぞ。飛び降りんけど。飛び降りんちゃん。いいんだよね、ここで。なんか、ちょっと気がね、もっさもさだから喧嘩売られてもおかしくないな。すっげえ降ってきたわ。バカ野郎、俺は行くぞ。ほらやるぞ、俺はやるぞ。よし、あとはメタ爆発に微妙に来てやがった。ちょっと多くない？爆発してるの。弾もいるじゃねえかよ。よしよし、いい感じ。連鎖連鎖。無限ありえるな。弾も大変なことです。大変なことです。今のうち飲んどこう。大変なことです。早くたまに。よし。ああ。宝箱開けてる時って無敵だったっけって思いながら殴っては全然無敵じゃなかった。無限ループ勝てないで、中身は7か。この先、ジャンプ有効有効有効の証。ボスいそうだね。スカラベん前を目指す。ここ怖い。怖っ。マジ嫌なんですけど、こんなとこ行きたくないんですけど。行きたくない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 。あんなんついててこれか。開いてないじゃん。なんもいねえじゃねえかよ、詐欺師が悪評じゃ悪評だ。失敗した。残念だったな。打ちたくなるけど。はあ、あつら上に苦情クレーム入れといたから、よし、無駄な時間を使った。ボスっぽいよね。もうそろそろ座りたい。後ろから弾が追ってきたりはしてないな。おお。まあまあ、ここさえ越えれば、ね、ワープして座れるし、C を見てみよう。ジャンプ攻撃死んだ。ん？おー、なるほど、移動時間。あいつ何回ついてくるん？俺も2匹同時だってやりたかったけど、だいぶ前に使っちゃった。よう、邪魔者はいなくなったな。こっち向いてたよ。うわ、ここか。ちょっと回復した。ノクステラの月、タリスマンだね。記憶スロットを増やす。そんなに記憶力だけ上げても使う FP がないっすし、使える魔法がそもそもないっすよ。3つぐらいなら十分じゃないと思うんだけどね、一度に使う。空いてる。で、あそこで多分ね、エレベーターかなんかあって降りて、ね、黄金樹の右みたいなやつ取ったらこっちルート終わりだろう。結構こっちルートも長かったね。ただエレベーターなさそうだな。坂道を歩いて降りるのかな。坂ですらね。段差だ段差だ。ね、坂道じゃねえし、段差だし、エレベーターもあるし、全部外れてんじゃねえかよ。すべて外す方が逆に難しいぜ。まあまあ、下がないかを確認。変なところに落ちてあれが取れないとストレスマックスになっちゃうんで、とりあえずこれだけは取ろう。これでやっと座れるね。黄金の種子。ちょっと怖いんだよね。微妙に斜め上に上がっているとさ、先が見えないんでね。不安になってしまう。なんだかとっても不安になるの、どうしてなんだかとってもお腹がすくの、どうしてだよ、ほんと。お腹がすくのどうしてって飯食ってねえからだろ。ほら腹減ったぞ。よし、まあそこから降りるだけなんだけど、まあ、どうせ座るし飛ぶか。さあ、この奥がな、あれもう終わりか。追加の地下があるのか。